カウントダウン TV 動画をご覧の皆さん、こんにちは。ダバンプでーす。さあ、本日もカウントダウン TV 動画の時間がやってまいりました。本日の動画はですね、ダバンプ最強画伯対決。画伯っすね。ディレクターが出題する、お題の絵を、制限時間1分でスケッチブックに描いていただきます。出されるお題は2つでございます。それぞれの絵を見て、一番味のある絵。うまい絵ではない。うまい絵ではないです。詳細あるね。いけるいける。それで行こうと思います。対決するメンバーは、大地とカルヤ。この2人で対決していただきましょう。自信の方はいかがですか、ユリアさん。自信しかありません。おお。さあ、そして大地は IT に不足なしです。おお、不足出ましたね。じゃあ1回目のお題の発表をよろしくお願いします。カウントダウンって言ってる時のアビー君。あー、最後の決めのね。はい、よろしいでしょうか。アビー君ですよ。よーい、縦スタート。縦派だ。上がってますよ。上がってますよ。まあまあ、あそこはね、上がってますよ。はい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 。あ、そういう風に書くんだね。おあれ、ゆうや先生。おゆうや先生。おおおいいですね。迷いがないですね。迷いがないですよ。15秒前迷いがないよ。やっぱりこう大地の中の頭イメージが迷ってきちゃってるな。カウントダウン TV といえば、そろそろ時間で時間になりますよ。そろそろ残り30秒です。30秒前。しっかり書いてください。いいよいいよ。あ、いいねいいね。思いました。塗る余裕もありますね。塗る余裕が出てきてる。絵で負けるわけにはいかないからね。10秒前、9、8、10秒。珍しい。まあまあいい感じの過半数じゃないですか。4、3、2、1、ガン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 。1回戦のお悩み君はここまでです。一斉に出してください。せーの、ドンドン。じゃあ皆さんこれ見てみましょう。ちょっとこう、素晴らしいですね。おお。ああ、はい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 。第一、これ字書いてなかったもん。何か分かんない。味だから。2回戦のお題をいただきましょう。どうぞ。自転車に乗っているイッサさん。おお、マジでいいですか。いいですか。いいですか。いきますよ。よーい、スタート。迷いじゃない。迷いない。大地の中にもう迷いがないんだよ。画伯はね、迷いがないんだよ。迷ってない。インスピレーションでね、さっと書いていきますから。まずそっから書く。画伯ってやっぱもうイメージ先行でね、もう全部いけちゃうんでしょ。あ、それ自転車にもいろんな種類ありますから。確かに、いろんな種類あるかもしれない。確かに確かに。イッサさんの乗ってる絵だから、すごいですよ。やっぱ自転車も重要ですし、イッサさんも重要になってくる。そうですね。すごいわ。残り30秒です。残り30秒。難しいよね。いやいや、もう第一。そうだよね。1分で描けるような絵のあれじゃないですか。難しいですよね。でもなんかワクワクする絵を描いてくれるね、大地はね。間に合うのかな、大地。ワクワクする。いやいや、走ってるよ。チェーンが走ってる。チェーンが走ってる。残り10秒です。チェーンが走ってます。いや、素晴らしいね。いいね、いいね。残り5秒です。4、4、3、2、1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 
してんのこれ。これサドルなんですよ。サドル、サドル持ってない。ハンドル、ハンドル持ってないね。これはどうしてんの今。で、石田さんはここから手を持ってきたかったんですけど、めちゃくちゃ手長い。ダルシムバリル長い。石田さん手長いから。ということで皆さん、一回戦と二回戦の絵を見て、どなたが一番味のあるの。味の。せーのでいきますね、はい、じゃあ一番味のあるという人は誰だ。せーの、おーおー、ということで3対2で勝者大正解。
バンザン TV 卒業ソング音楽祭はですね、3月16日月曜日夜7時から4時間の生放送です。あなたの卒業をスペシャル生ライブでお祝いします。よいしょ、お楽しみに。さらにカウントダウン TV の LINE アカウント、インスタグラムも始動、YouTube 公式アカウントもできたのでチャンネル登録お願いします。以上、ダバンザンでした。